はい、皆さんこんにちは、流域ものチャンネルです。第1弾終わりまして、花水木ホールからですね、大阪城を向いて、お友達のまっちゃん車で来ていただいてたんでね、ちょっと甘えさせていただいて乗せさせていただいております。雨がねすごく降ってきたんですよ。あの後ね、花水木ホールの中ではね、やっぱり室内なのでそんなに気にならなかったんですけどね。ほんでまあ小降りやったんですよね。でもね、いざこう車に乗ってみると結構な雨でですね、どうしようかなと思うぐらいね、どうしようかなって言うても帰る気全然なかったんですけども、まあ次屋外ということでね、大阪城が見えるちょうどねビルの高層群というんですかね、と大阪城、そして大きな広場という感じでね、そちらの方に向かわせていただいております。先ほどの花水木ホールよりもお店の数がたくさんあるということでね、またそれはそれで楽しみだなと思っておりましたが、4時までということなんですけども、結構私たち最初の時に時間ちょっと使ってしまいまして、3時過ぎになっちゃったんですよね。そうしたらもうやっぱりね、雨も降ってますし、お時間も1時間切りましたし、ということでもうほとんどねメダカの方もね皆さん売り切れているような状態ではございましたが、頑張って取材させていただきました。それでは行ってみましょう、レッツメダカ。もう喉あかん、ぜひ行ったらよろしくお願いします。行って行かせてもらったら、はい、今日はもうでももう時間遅いから、もうみんな売れたでしょ。そうです ね, ねダークダークダークこれレッドゴリフの紅白ですか。そうです、レッドゴリフの紅白。はい、あとはそうめん。点々多いですけどね、雨の雨の点々であんまり見えないという。見えない。もうだいぶ出たんですね、これ見た感じ、ね、そうですね、だいぶ、そうですね、ね、これもしお顔とか映ってても大丈夫ですか。あ、全然、ね、はい、大丈夫ですか。男前のお二人なんでちょっとあるはいはいはい、綺麗な歌。龍さんは大阪なんですか。和歌山です。あ、そうなんですよ、はるばるなんです。いや今日もともと来れなかったんですけど、はい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 、たまたま子供の用事がなくなって、あ、行けることになった。そうなんです、ほんで慌てて行ったら一人大阪の人、まっちゃんって言って、はい、いつも一緒に行ってくれる子が行ってくれて、こうじゃない、こうじゃないけど来たり、うんうん、これなんですか、名前なんですけど、これなんでしょうか。これあのミスタークリーンの。ああ、なるほど。ラメタイプ。そうですね、ラメタイプの。はい、もう漆黒も出て。出てごめん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 なさいごめんなさい。ですね。神園これどんなあれですか、品種ですか。神園なんかあのリムクロ個体、あ、はい、なんで五色系の。なるほど、はい、まあ特典はね、あれですけど、うん、ちなみにこいつ産卵してるんで、はい、どうぞ、はい、これも少ないので。
だ知らんお客さんが多いということですもんね。そうですね、うん、とりあえずメダカ買うわと。そうですね、これメダカなんて話。ああ、なるほど。ミックスなんで匹数も多くて安いから。安いからね、そりゃ知らん人はあんまり高いのよく買いませんよね。そうそうそう、これから始めてみて、でうまくいったら次買うわっていう感じ。そうですね、なるほど。他は大丈夫なんですか。はい、お顔出ても大丈夫なんですか。全然大丈夫です。大メダカさんでーす。よろしくお願いします。ちょっと三色ロングフィン押してるんです。あ、三色ロングフィン。三色ロングフィンとは、長いので読まれへん。とりあえず、まあ、貴重な血統です。はい、貴重な血統ということで、どちらにあるんですか。三色なんですかね。対面はまだ大丈夫。対面は。これが。ケールルーとはどういうこと。赤が濃い。レッドクリフが何か入ってるの。そうです、この3色ロングフィンにレッドクリフの紅白を掛け合わせて、ね、あ、3色体外光のキッシングタイプを作ったんですね。これはもう第3とこ独自で。そうですね、これは僕が作りました。あ、はい、レッドクリフ紅白一発目に出たヤフオクのはい、超高額です。100何十万のやつ、まあ、落とした方がいる。あ、その方にちょっと掛け合わせ、花目高さん。そうです、花目高さんにちょっと掛けて、はいはいはい、でちょっと高めにしてもらって、はいはいはい、へえ。なんで300万円の血が入ってます。あほんならもう F どれぐらい。 F 今4個取ってますね。あ、そうですそうです。はい、銀鱗紅玉の旗小屋がこの三色ロングフィンです。なるほど、系統としては一緒です。そうですね、なるほど。結構書いてない、みんな違う。そのカタカナのクムがありますよね、 B ランク。あ、なのでクムブルーって B ランクの青目ってことです。へで、黒夢っていうのが A ランク。 A ランクね。え、黒夢でいいんですか、やっぱり。で、クム、クムね、はい、漢字で書くかカタカナで書くかも違うね。アスカさんのカイジの最高グレードがカイジって漢字があるよ。ああ、そういうことか。カタカナのカイジって書いてあるんですけど。あ、そういうことね。ランク分け。そうです。四国さん本人がもう B グレードはカタカナのクムであって。なるほど。だから横のクムブルーとね、あれだってね。黒さっていう。黒さ全然違いますよね。黄色色とか全然。やっぱカタカナの方は黄色色とか強いと思うんで。強いね。もっとそのクムブルーも漆黒のタイプを連れてこようかとは思ったんですけど、ブルーアイのその目の状態っていうところで両目綺麗にブルーアイになってるっていうのがその子のペアがそうだったんで、この B グレードの方を、はい、A グレードではなかった、はい、A グレードがね固めだったんですよ。あ、一押しですね。一押しはここですね。あ、そうですね。一押しはもうここが僕のオリジナルになるんで、ここがずらーが、これがまずはクラゲって読みます。あ、クラゲ。で、これが紅水玉って、これ上から見ていただければ青の大外光が乗ってるんですよね。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。青の大外光。ちょっと待って、ゆっくり。せっかくなんでね。なるほど。で、これは三色ではないんですよ。エメラルドフィンなんですよ。エメラルドフィンに色を入れたんで
だからエメラルド品種4品種出てます。ミニ水玉、もう簡単に言えばエメラルド品3色、エメラルド品を3色にしたよっていう、はいはいはい、青の大外光が入るのが特徴的です。でヒレにはエメラルド品がいる。でエメラルド品の血統を入れてることによってリン血統になる。でダークエメラルド品っていうのを入れることによってヒレにも色が入るように工夫してます。ダークのでそれはもうかなり回してるんですか。ほんならこれはそうですね、僕が一番最初に作ったメダカなんで、もう2年くらいは、だいたいワンシーズン5、6週回すんで、うんうんうん、そんだけ回す、はい、あの引いた大丈夫ですね。小学校の中でそうよやってるの、うん、そうよ、ほんで分かったよ、部屋ごとかもするじゃ高いんちゃうん、電気代いやでも高い、広いから高いでしょ。天井がむちゃくちゃ高いんですよ。ああそれで、ね、教室なんで。ああそうかそうか、それでやね。はい、オーナーさんでーす、イエーイ。そうそう、あの学校のあれを利用してって言うて、それで知ってるんやわ。ツイッター？え、ちょテレビ、テレビで出たよね。ニュース、ニュース、ニュースとか、はい、これロンワンズですか。え、ローマンですか。知らないです、これ嫁さんがここで出てくれてでももう多分古いから面白い子だとは思ってます。あの紫の光をが入って側面に紫がいって、でヒレに青が入るように。ヒレはヒレは入ってますわ、はい、だから一周光の紫を入れてるんですよ。横から見ていただければ紫が、一周光の紫ってどんな人入れた。あの一周こうすごいな、まずはドラゴンブルーの青に青さを、はいはい、でその一周こうの持つ体内この部分、はい、体外光のちょっと下のここの部分に紫が入るように、はい、なので本当あそういうことか、ちょっとのこだわりですね。あここに入る、はい、めっちゃかかってる、あの虹色色素のような入れ方ですね。なるほどなるほど、あのブラックリムの光体験してたり失敗して虹色色素が強くなったらピカッて光るのと一緒で、それに紫を入れたって感じ。そういうことか。五色ブラックダイヤキッシングワイルド光ってもうカタカナ長すぎて、長すぎて、ね、そうですよね。ヒロちゃんもさんもそんなもう何書いてるかわからないので、あのなドラゴンも取りにくいでね、英語いっぱい並ぶから。いやこのライトいいな。このライトいいなですか、ライト。ライトこれ綺麗。これ綺麗ね。ライトこれ。綺麗でしょ。これは綺麗やで。これあの今日徳島からこの透明容器のまま連れてきて朝砂入れただけなんで、はい、もともと連れてくるときはもともと、いやこれ綺麗やわ、色も綺麗、うん、徳島やったら関西と一緒やもんね。そうよ、もう関西やん。だって天気予報出るやん徳島、はい、関西の中へ、関西の天気予報で徳島出るもんな、うん、もう近いですよ、2時間半なんです。鹿児島から
はい、鹿児島の、ま、麻婆さん、はい、麻婆さんですね。麻婆さん顔写します。よろしくお願いします。ちょっと怖そうやけど。いや、怖くない。大丈夫ですか？大丈夫です。鹿児島から遠いとこありがとうございます。なんで僕俺言うんやろ、関係ないやろ。いいか、大阪ちゃうんわかんない。ビションやん、ビションやん。ビションやん。生まれな。生まれ。生まれビションやん、大阪。ちょっと皆さん、麻婆さんよろしくね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。顔怖いけど。顔怖いけど。喋ったら優しい。優しい。笑えてて、私があのインスタの投稿だけさせてもらってる形になってますんで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今ちょっとあのあんまりにぶれないんで、カレーを500円。ポテトを300円で売らせていただいてます。案外、まあ、YouTube 回ってしまいますけど大丈夫ですか？大丈夫です。 白とオレンジのツートンのカラーので向こう側で売ってるので、よかったら一度見ていただけだけで。え、マイカかメダカさん、はい、カレーとポテトを売ってます。その隣でビールと、はい、U タング氏を売ってます。全然メダカ関係ないですよ。はい、わかりました。ありがとうございます。メダカはベランダ飼育で一応あの大量メダカたくさん飼っててあのメダカのお話しするのは大好きな主人がいますので、よかったら。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いただきましたよ。 ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょっと私も名刺渡しときます。全然乗って大丈夫ですか？全然、顔も。ありがとうございます、こちらの人が大将。はい、はい、大将、はい、あ、どうですか？ YouTube に乗ってみませんか？どうですか？いいですよ。いいですか？はい、どうぞ。竜生き物チャンネルで言うんで。あ、なるほど。はい、はい、こちらゆきゆきメダカさんです。いつもお世話になってます。顔出て大丈夫？はい、映してから言うてるけど、はい、すいません。あ、ほんまにね、いろいろもう2年ぐらいなりますね、はい、ありがとうございます。今日でも遠いところから来てくれたんですね。ね、ありがとうございます。おすすめいきましょうか。まずはおすすめ。おすすめですか？はい、まあ、今後も今日はもう終わりでしょうけどね。スコーンとかね。スコーンとかね。俺顔つる。はい。スコーンと。お手頃ですよね。アワビ人とかどうなんですか？アワビ。自分が作った。トリオ。ヒレ青いですね。特徴はアワビ人の。これはあれやん、ヒゲのフィッシングタイプ作りたくて。なるほど、はい、どうですか今日のここの調子は。なんかすごいお店の数やってお聞きしてて。あ、お父さん、お父さんいつもお世話になります。でも安いよ。安いよ。半額よ、うん、半額でいいですよ。でもよかった、安い。こっからの半額ですか？ここ半額。徳島といえば、いいですか？はい、これ、どれにしよう。これが一つ。これも F3 やん。これ、あ、F5。 でもまあ、カウンせえへん、これからカウンするにしても今からやし、はい、それにしよう。これいただきますか、アワビ人。あ、どうぞどうぞ。ゲット。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、いかがだったでしょうか。今回の竜生き物チャンネル大阪編でございました。皆さんのところに、まあ、全員にね回らせていただきたかったんですけども、なかなかねお時間と、そしてまたすごい数のメダカのお店がありましたんで全部よう回りきれませんでした。どうも回れなかった方々申し訳ございません。 まあもちろんね来て
ていらんという方もおられると思いますんでね、もしね今度こういう機会があればぜひお声かけください。まあ、レッツメダカって書いているので、それだけを頼りに来ていただければと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったかなと思われた方は、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。